14破局伊勢は逃げ出したかったそのままうちへ入らないで自動車を出発させようかと思ったしかしそれではいつまでも不安が残る書斎にいるのは誰かということを確かめたい気持ちの方がやっぱり強かったそっと玄関に近づいて 入口のドアに手をかけるとそこにも鍵がかかっていなかった音のしないように戸を開けて靴を脱いで上に上がったそして足音を忍ばせるようにして2階の階段を歩いていくと奥から女中の一人が出てきた「あらお帰りなさいませ」小声で言った。 誰が来ているんだこちらも囁き声だった花田さんでございます警視庁の花田警部かはい女中はおどおどしていたどうして書斎なんかへ通したんだお止めしましたのですけど旦那様にお断りしてあるからと言って無理に いつ頃から来ているんだ三十分も前からですいよいよただごとではない書斎のギリシャの壺の中にあれが隠してあるまさか気はつくまいが一人で書斎へ入らせたのは失策だったしかし女中を叱ってみても始まらない ともかく花田に会って早く追い返す他はないそのために死体処理の時間が少なくなるのもやむを得ない門を足音を立てて階段を上がったドアを開くといつもの背広服の花田警部が彼を迎えるように椅子から立ち上がったところだった真正面に顔を合わせた そして2人は申し合わせたようににっこり笑って目で挨拶をした「困りますね留守中にこんな部屋に入ってくださっちゃどうして応接までお待ちくださらなかったのですそれに今夜は若葉荘の方へ泊まるかもしれないと女中に言い残しておいたはずですが」いや失礼失礼しかし。 なぜかあなたの書斎へ一度入ってみたくなったものですからね。で、何か収穫がありましたか蒸気を逸した言い草だった。そんな変なことを言っちゃいけないと思いながらつい口から出てしまった。すると花田警部はにやりとした。そしてポケットから銀色に光るものを取り出して、 伊勢の方へ見せつけるようにした。シガレットケースだった。ああ、やっぱりそうだったか。この田舎面の警部がこれほど便称だとは知らなかった。油断だった。油断だった。相手がポケットへ手を入れたとき、伊勢の方でも無意識に自分のポケットに手を入れていた。 そしてさっき南の死体の下から拾ったピストルを握りしめていたうまい隠し場所ですね私はこれを見つけ出すのに30分かかりましたよ花田はまだニヤニヤしながらぐるっと部屋中を見回してみせた引き出しという引き出しを全部開けてみたのに違いない それは愛するお兄様へ、y、と掘ってあるあの銀のシガレットケースだった自動車の中の相馬の死体のそばに落ちていたのを身元を調べる手がかりとして持ち帰ったあのシガレットケースだった後になって死体と一緒に古い戸の底へ落としてしまえばよかったと後悔したが今更どうすることもできなかった 焼き捨てられる品ではなし滅多な場所へ捨てては危険なので書斎の棚の上に飾ってある古代ギリシャの赤絵の壺の底へ隠しておいたそれが捜索者の盲点になるだろうと高をくくったのがいけなかったさすがは警視庁のローレン警部だ三十分で見つけ出してしまったこのシガレットケースはね 行方不明になっている相馬良介くんの妹の吉江さんが兄さんの誕生祝いに送ったものですよ吉江さんが警視庁の少年課家出人係へ捜索願いを出した時家出当時の持ち物としてこのシガレットケースのことも記入してあったのですそれがどうしてお宅の書斎へ来ていたのでしょうかね伊勢は もうダメだと思った。あれほどの思いをして南を殺したことが全く無意味になってしまった南という大敵を抹殺して安堵する暇もなくまるで彼の身代わりのように第二の大敵が現れたのだこいつは花田の肉体を着た南の怨霊ではないかとさえ疑われた伊勢は へたへたとそこの椅子へ腰掛けたままもう物を言う力もないように見えたこのシガレットケースがお宅に隠してあると見当をつけたわけじゃありません実はお留守を狙ってあなたの書斎から何か探し出せやしないかと当てずっぽうにやってみたのですすると偶然この幸運に恵まれたという次第ですよ これで私としては物的証拠が一つ増えたわけですからね。一つ増えたってするとまだ他にも物的証拠を握っているのかそれは一体何だというのだしかし長いお話になるかもしれません。真夜中に押しかけてきて長話を聞かせるなんて誠にぶしつけなわけですが。 今日夜になってやっと決心がついたものですから、ご迷惑は承知の上でやってきたのです。なんでしたらお茶を持ってこさせてくださいませんかああ、あなたはもうベルを押す元気もないようですね。それじゃあ私が代わりに押してあげましょう。警部は立って行ってベルを押した。そして女中がやってくると、 ご主人がお茶を召し上がりたいそうだ。なるべく大きな茶碗でね。ついでに私の分も持ってきてくださいよ。と、優しく命じた。では、失礼して、タバコをやります。あなたもいかがですかピースの箱を開いて差し出した。伊勢は力ない手で一本引き抜いた。 警部がマッチを吸ってまず伊勢のタバコに火をつけ次に自分のにつけてうまそうに吸い始めたそこへ女中がお茶を運んできたので伊勢の前に一つ置かせ自分も取ってごくりと飲んだそして女中が立ち去るのを待って静かな調子で話し始めた あなたが奥さんの失踪届を出されたのと、相馬良介君の失踪届を妹の吉江さんが出したのと、あまり日が隔たっていなかったのです。また両方の失踪した日が一日しか違わなかった。しかし、初めからこの二つの事件がお互いに関係があるなどと考えたわけではありません。 いくら疑い深い警察官でもそこまでは想像できませんよただ我々は決してこの2つの失踪事件を軽視していなかった絶えず注意を怠らなかったとは言えるのです失踪届というものは随分数が多いのですが世間で想像されるようにその書類を棚に積んで放っておくというものではありません 我々捜査一課の者も時には分担して絶えず気を配っております失踪事件の裏には往々にして犯罪が隠れているからです失踪は犯罪という大きな氷山の頭のようなもので探っていくと思いもよらぬ大物にぶつかることがあるものですですから我々は失踪事件を決して軽視しないのですよ また我々は失踪届や捜索願いの届け主に注意します。場合によってはその人に監視をつけるほどです。あなたの奥さんの場合も相馬良介君の場合も2ヶ月経っても全く消息がない。我々としては一応返事人を調べましたが、返事の様子もないとなればやっぱり殺人を考えてみなければなりません。 この2つの事件は両方とも犯罪の匂いがしたのです第6巻というのですかね日が経つにつれてそういう感じが強くなってきましたそこで私は2つの事件とも届け出人の身辺を調べ始めたのですあなたと沖春美さんとの関係奥さんの嫉妬というような家庭事情も早くから分かっていました 一方相馬義恵さんの方は警視庁に届けただけでなく写真入りの新聞広告までしてそれでも手応えがないものだから私立探偵の南重吉君この男は私の昔の同僚ですがその南探偵事務所へ出かけていって捜索を依頼したことが分かったのですその頃から義恵さんには尾行をつけておいたのですよ 南と聞いた時伊勢はやっぱりビクッとしないではいられなかっただがこの男は皆実が殺されたとはまだ知るまい皆実の死体が現にこのうちのガレージの中にあるとは思いもよらないだろう一人の探偵は死骸になってガレージにいるもう一人の探偵はこうして俺に手柄話を聞かせている これは何というへんてこな立場だろうところがこの2つの失踪事件が妙な具合に引っ掛か,かり合っていることが分かってきたのですその最初のきっかけはあなたが私の部屋を出て前の廊下で私立探偵の南君くんと出会われたあの日でした 南くんはあなたに出会った後で私の部屋へ入ってきて何か意味ありげにあなたの名を聞きただしました私の方では南くんが相馬良介の事件を引き受けていることがわかっていたのですぐにこの二つの事件には何か関係があるんじゃないかと疑ったのです記録を調べて失踪の日がたった一日しか違っていないこともわかりました それからもっと重要なのは相馬良介君の写真と南君とが非常によく似ていることでした後になって南君はその顔の似ているのを利用して相馬君のいとこだと言って関係者と会っていたことも分かってきましたその頃警視庁ではあなたの奥さんは鏡ヶ浦から投身自殺をされたのだと判断し 捜査を打ち切ると発表しました。あなたにもお知らせしたし、新聞にもそういう記事が載りました。ところが、私は決して自殺と信じていたわけではありません。あの発表は、もしこれが殺人事件だとすれば、その犯人を油断させるための一つの手段だったと言ってもいいのです。 みなみくんは、ある施策があって数年前に体感させられたのですが、しかし、捜査官としての腕は大したものでした。非常に頭の鋭く働く男で、正攻法でなくて探偵上の奇襲作戦が実にうまかった。そういうわけで私は、あの男の捜査力を信じていたものですから、自分でも捜査する一方、 部下です。南く君は新宿の桃色というバーで2月25日の夜相馬君と妹の吉江さんの愛人の真下幸彦という青年とが酒の上で殴り合いをしたこと相馬君が頭をひどく打ってフラフラになったままバーを出たことを確かめ次には。 そのマシタくんと二人で新宿駅の付近を歩き回って松葉杖のマリコというパンパンを探し出しその女の口から相馬くんがあなたの自動車にのめり込んだことを聞き出したのですその時あなたの自動車は空っぽでしたというのは交通事故を起こしてあなたがガード下の十字路の交番へ行っていたからです あなたは、相馬くんが乗っているとも知らず自動車を運転して、大梅街道の方へ走り去った。パンパンからこういう事実を聞き出した時、南実くんは二つの失踪事件があの十字路で交差していることを悟ったのです。無論私もそこまではわかりましたが、それから先の推理は私の負けでした。 それだけの資料からみなみくんが気づいたことを私には気づけなかったのですからねみなみくんが何を考えているかということが分かったのはつい10日ほど前でしたみなみくんは自動車を雇って藤瀬ダムへ出かけその帰り道で方々の町や部落へ寄ってしきりと何か尋ねていたということが分かりました 部下の者がその後に回って聞き出したところによりますと、南くんは藤瀬部落にたった一人踏みとどまっていた田中倉蔵という変わり者の行方を探していたのです。それを聞きますと、いくらボンクラの私でも気づかないわけにはいきません。死体の隠し場所は、3月1日に誕生する直前の藤瀬人造庫の底だったのです。 私はその異表外の思いつきにすっかり驚嘆してしまいました。南くんが早くからそこへ気がついていたのはさすがですよ。それから私の部下は田中倉蔵という男を探し回っている南くんの後をつけました。その田中は東京へ入ったことが分かっていたのです。つい昨日のことですよ。 南くんはとうとう田中倉蔵を上野の青い部落で見つけました。そして今度の事件の真相をつかんだのです。私の部下もそのすぐ後で田中から同じことを聞き出すことができました。それから私自身も田中のバラックへ行って直接詳しく話を聞いたのです。伊勢にとっては これらの事実は全て先に南から聞いていたことだから今さら何の動揺をも感じなかった彼が少しも驚きを示さないので花田警部は変な顔をしてしばらく黙っていたがはっと何事かを気づいたらしく「ああそうでしたか」じゃああなたはもう皆く君にお会いになったのですね もしや今夜、オさんのアパートへ行かれたのは、南君があなたをあそこへ呼び出したからではありませんか伊勢は何も答えなかった。どう答えていいか決断がつかなかったからだ。しかし、この場合、否定しなければ無言の肯定になるのだということも彼にはよくわかっていた。 私は南君くんの性格をよく知っているつもりです。あの男は捜査能力は実に優れているけれども、私立探偵という仕事には最も不適当な人物です。彼は利欲のためには善悪のけじめがつかなくなる男だからです。探偵として探った秘密を利欲のために利用する気になれば、これは実に有力な武器ですからね。 彼はそういう利用をしかねない男ですねええそうではありませんか彼はあなたにそういうことを申し出たのではありませんか伊勢はまだ黙っていた無言の皇帝と思われても仕方がない何か喋って取り返しのつかぬ現地を与えては一層不利だと思った それよりもガレージの死体のことで頭がいっぱいになっていたこんなことならガレージの戸に鍵をかけてくればよかったと刻一刻そのことが不安になり始めた花田は話を元に戻して伊勢が若葉荘で智子を殺害したのだろうと推定しその死体をキャディラックに積んで出発し 新宿の十字路で事故を起こして交番へ行っている隙に相馬良介が後部席に転がり込んだことなどを順序を追って話していった伊勢はほとんど聞いていなかったこの危機をどう切り抜けるかということさえもう細かく考える力はなかったイライラと省慮しながらしかし実際は何も考えないと同じ状態であった。 穏やかな口調で順々と真相を説いている花田の言葉がところどころ真っ白な空白となりまた黒く浮き上がり異様なだんだら染めになって続いていたその黒い部分というのは意味を持って彼の耳に入った部分なのだがあなたは新宿の十字路を出発してから。 どこかで後部席に転がっている相馬良介に気づかれたのでしょうその時相馬君が生きていたらあなたはあの男を車から追い出されたに違いない泥酔して言うことを聞かなかったとしても引きずり下ろしてどこかへ寝かせておけばよかったあなたとしては相馬君を殺す必要は少しもなかったのです 彼が智子さんの死体を見たとすれば生かしておけなかったでしょうけれど、あなたはまさか智子さんの死体を後部席に乗せては置かれなかったでしょうおそらく、トランクの中ですね。だから相馬君は死体を見たわけではない。したがって殺す必要はなかった。それなのに田中倉造は、 あなたが男女二つの死体を藤瀬の古井戸の中へ投げ込んだと言っているここがおかしいのですよで私はこう想像しています相馬君はは真下という青年とバーで喧嘩をして頭をひどく打っていたですからあなたの自動車に転がり込んで間もなく絶命したのじゃないか あなたは彼が死体になって後部席に転がっているのを発見されたのじゃないかとね死体となるとうっかり道端に捨てておくわけにはいきませんそこから足がつく危険があるそこであなたはどうせともこさんの死体を処理するんだから相馬くんの死体もついでに同じ場所に葬ってやろうと決心されたのだと想像しているのですどうです 違っていますかだが伊勢は相馬を殺さなかったということさえ口に出す気になれなかった何か一口言えばそれからそれへと質問を受けるに決まっているそれが恐ろしいのだそれからまた長々と花田の言葉のだんだら染めが続いた 伊勢の心中にはかわいそうな晴海の顔とガレージの南の死体とがひっきりなしに浮かんでいたいても立ってもいられないような焦燥で体がガクガク震えていた美波が探し出した友子の靴今のシガレットケースその他に何があるのだ花田はもっと物的証拠を握っているようなことを言った それは一体何だろうもう順序を追った話はたくさんだ。早くその物的証拠を見せてくれ。それがどれほど致命的なものか早く、早く、早く見せてくれ。島村民子さん。ご存知でしょう若葉僧の奥さんの向こう側に住んでいる島村という会社員の奥さんです。 だんだら染めがぐっと黒く浮き上がってきた。伊勢は思わず聞き耳を立てた。何かしら新しい事実が語られているのだ。南君はこの島村夫人にも会って聞き込みをやっています。しかし、南君はその時、たった一つの手抜かりをやったのです。島村夫人に、 オさんが2月25日の晩から26日の朝にかけてアパートにいたかどうかを確かめたばかりで、もっと重要なことを尋ねなかったのです。私はそこを一段と突っ込んでみました。そして最後の勝利を収めたのですよ。伊勢はじっと耳を澄ましていた。花田は今、 何かしら非常に重大なことを言い出すように見えたからだ。それはつい2、3時間前のことです。2、3時間前にやっと確証らしいものをつかんだのです。それでこんなに遅くお邪魔したというわけですよ。そういう物的証拠を手に入れるまではあなたにお会いしても仕方がないと思いましてね。 昨日私が葵部落へ出かけて田中倉蔵を調べたことはさっき申しましたねそれで智子さんの死体から靴が噴失していたことが分かりましたあなたは藤瀬部落の闇の中で死体の足から脱げたのだと考えておられるそうでなければあんなに現場を探されるはずはないわけですからね 田中倉蔵もやっぱりあそこで落ちたものと思っているらしいのです。南実くんにもそういう風に話したと言っていました。ところが、私はもっと別の考え方をしてみたのです。あなたにも見つからなかったし、田中倉蔵が明くる日あの辺を歩き回っても発見しなかったとすると、 とも子さんの靴は藤瀬部落で脱げ落ちたのではないのじゃないかと考えてみたのですおや変だぞこの男は何を言っているのだあの靴は田中倉蔵がちゃんと拾って持っていたじゃないかそれを皆実が手に入れて俺に一千万円で売りつけようとしたじゃないか 現にその靴はガレージの自動車の中に置いてある。田中が嘘を言ったのか南が嘘を言っているのかそれとも花田がとんでもない思い違いをしているのか藤瀬部落でないとするとどこで脱げたのでしょう自動車の中ではありません。もしそうだとすればあなたが気づかれなかったはずはありません。 では死体を自動車に乗せる前に脱げたのではないかアパートの3階の部屋から死体を自動車まで運ぶためには真っ暗なコンクリートの階段を2つ下りなければなりませんそこで死体の足が何かに触ったとすれば脱げ落ちることもあり得るのですあなたは死体を自動車に乗せた時靴を履いていることを確かめてご覧になりましたか おそらく、そこまで注意する余裕がなかったのじゃありませんか。伊勢ははっとして、思わず椅子から立ち上がりそうになった。数ヶ月以前の古い記憶の中から、すっかり忘れきっていたごく些細な出来事がスーッと浮き上がってきたのだ。ああ、あれだ。あれに違いない。 真っ暗な階段を降りるときブランブランしている死体の足が2階の踊り場で何かにひどくぶっつかった。探ってみると乳母車だった。誰かがドアの外へ放り出しておいた乳母車だった。あれだ。あの時に靴が脱げて落ちたのかもしれない。私は今日の夕方になってやっとそこへ気がついたのです。 それですぐに若葉草アパートへ行って、まず島村夫人に2月26日の朝、3階から下までの階段のどこかに黒い婦人靴が落ちていなかったかと尋ねてみました。島村夫人はしばらく首をかしげて考えていましたが、ふっと思い出したらしく、2階に住んでいる山際という会社員の奥さんと、 ちょうどその頃のある朝、階段ですれ違った時、その奥さんが手に一足の黒い婦人靴を下げていたというのです。あまり親しい間柄でもないので、ちょっと挨拶して通り過ぎようとすると、山際の奥さんは島村夫人を呼び止めてその靴を見せ、これオタクのじゃありませんねと聞くのだそうです。いいえと答えるとそのまま自分の部屋へ入ってしまったが、 あれがあなたのおっしゃる靴かもしれませんよと島村夫人は疑わしそうな顔で言うのですよく聞いてみますとその山際の奥さんというのが軽微な頭壁のある人で廊下に置いてあるものなどを時々自分の部屋へ持ち込んで知らん顔をしているのだそうですそれで同じアパートの夫人連中にも評判が悪く のけもの同然にされているのだということがわかりました。そこで私は直接山際夫人にぶつかってみたのです。35、6の小綺麗な奥さんでしたが、先方が恥ずかしがらないように穏やかに尋ねてみますと、もともと悪人ではないのですからすぐにその靴を出してきて申し訳ありませんと白状してしまいました。 それは2階に上がったところの踊り場に出してあった乳母車のそばに落ちていたのだそうです山際夫人は早起きなので誰よりも先にそれを見つけ自分の部屋に持ち帰ろうとした時島村夫人に出会ったのでさっきのようなことを尋ねてみたわけですね島村夫人が自分のじゃないと言ったので安心して自室に持ち込んでしまったのです そのうち持ち主を尋ねようと思っていてつい忘れてしまったという弁解でしたよそれがこの靴ですとも子さんの履いておられたものかどうか一つ改めてくださいませんか花が警部はそう言って部屋の隅に置いてあった新聞紙包みを持って席に戻りそれを解いて 一足の黒い靴を取り出した見覚えのあるともこの靴にそういなかったともこの靴のようです伊勢はそこで初めて言葉を口にしたしかしそれっきりだったそのまままたむっつりと黙り込んでしまった 26日の朝階段に落ちていたとも子さんの靴それからギリシャの壺に隠してあった相馬君のシガレットケース二つとも実に有力な物的証拠ですよその上に田中倉蔵という目撃者がいます田中は夕べから警視庁に呼んで身柄を保護しておりますそれだけではありません 近日、潜水譜を藤瀬の腎臓庫に潜らせて、古井戸の底から二つの死体を引き上げる手はずになっています。花田警部は語り終わって、じっと伊勢を見つめた。伊勢は目をそらさなかった。彼の方でも同じように相手の目を見ていた。 やっぱりそうだった。悪党探偵の南が嘘をついていたのだ。あいつは田中倉蔵の話から思いついて、どこかの古靴店でそれらしい婦人靴を買ってきて、それを一千万円で俺に売りつけようとしたのだ。だが、その南は殺してしまった。南の恐喝よりも俺の殺人の方が何倍も重いのだ。 今では、皆実に恨まれこそすれ、俺の方から恨む筋合いは少しもない。ああ。とうとう、心の奥の奥の方で予期していた最後の瞬間が来た。これでおしまいだ。昔から世間では犯罪は必ずバレるものだと言っている。だが、 そうでない場合もあり得るだろうという空頼みにすがりついて、随分無駄な苦労をしたものだ。すべてが徒労だった。あの知恵も、あの勇気も、今考えてみれば全くの無駄骨折りだった。さあ、どうするのだ。お前は覚悟ができているのか せめて最後を潔くしたいではないか捕らえる者ととらえられる者はそうしてやや五分間もお互いの顔を見つめて黙り込んでいたししましょう。伊勢は快活を装った声でぽっつりと言った。 そうしてください実はここに逮捕状も用意しているのです花田警部も穏やかに言ったまるで旅行にでも誘うような口調だった一つあなたの全くご存じない新しい事実がありますこの新事実だけでも僕は講師台に登らなければなりますまい 一勢がひと事のように言うと花田の顔に一種異様の表情が浮かんだそれは疑惑と驚愕との混じり合った奇妙な表情だった「新事実」とおっしゃるとそれを申し上げる代わりにあとで二分だけ沖晴美に電話でいとまごいをすることをお許しくださいますか 無論差し支えありません。で、その新事実というのは。僕はつい先ほど、南重吉を殺したのです。え南く君をそうです。あなたのお察しの通り、南は僕を恐喝しました。今夜。 若荘の晴海のところへ押しかけてそこへ僕を呼び出したのですそしてこの靴とは別の偽物の婦人靴をどこかから持ってきて田中倉蔵造が藤瀬部落の古井戸のそばで拾って持っていたのだと言って僕を騙しましたその靴を1000万円で買えというのです僕は騙されたとは知らず その靴さえ始末してしまえば他には何の証拠もないと考えたのでそれだけの有価証券を渡すからと言って南を誘い同じ車に乗ってこのうちに向かいましたが途中で自動車を急停車させ南がのめったところを用意のスパナーで頭を殴って絶命させましたその死体は表のガレージの中の自動車のトランクに隠してあります もう一度同じ方法で死体処理をしようと考えたのですあなたさえ来ておられなければ女中にも姿を見せずすぐに出発して明日の朝までに帰るつもりでした花田さんその行き先をどこだと思います伊勢は不思議な微笑を浮かべて花田にちらっと流し目をした。 その場所はねあなたが教えてくれたのですよほらこの間の晩死体隠滅の手段をいろいろお話になりましたねその中で熱海の鏡瓦には岸の近くに潮流があって死体を遠くへ運んでしまうので他殺の場合でも自殺の場合でも死体発見が困難だ 完全犯罪にはもってこいの場所だとおっしゃったじゃありませんか僕は南を殺そうと決心した時あれを思い出したのですよ老練な警察官の保証付きなんだからあそこなら大丈夫だと思いましてねいや失礼ついつまらないことを申しました南の偽の婦人靴は まままだ自動車の中に置いたままですこれは後で何とか処分するつもりでしたがもうその必要もないわけですねでは沖晴美に電話をかけますよ花田警部は無言でうなずいて見せた伊勢は部屋の窓際のデスクに近づいて卓上電話のダイヤルを回した はるみ、伊勢だよ。うちからかけている。今までここで花田警部と話していたんだ。警部は逮捕状を持ってやってきたんだよ。警察はすべてのことを知ってしまった。動かせぬ物的証拠も揃えている。花田さんは南以上に詳しく調べ上げていたんだ。もう逃れる手段はない。 えなみは僕が殺したよここへ来る車の中でね初めからそのつもりだっただがそれも無駄になってしまったそして受話器を耳に当てたまましばらく黙っていた晴美が泣いているのだ 彼はその声をじっと聞いていた。泣いてもいいよ。君の泣く声を聞くのもこれが最後だろう。そしてまたしばらく黙っていた。僕は君と離れたくない。君の他に心にかかる人は一人もないのだ。いや。 今駆けつけつても間に合わないよ。君が着く頃には僕はもうここにはいないだろう君の魂を抱いていくよ受話器をかけないでデスクの上に投げ出したままにしておいただが花田警部はその意味を悟り得なかったあるいは悟ったけれどもそ知らぬふりをしていたのかもしれない 伊勢は南のピストルが自分の右のポケットに入っていることを寸時も忘れなかったそれがあるので最後まで落ち着きを失わないで済んだのだ花田警部に見えないようにそのピストルを取り出しデスクの前に腰掛けて筒口をこめかみに当てた後ろからは頬杖をついて考え込んででもいるように見えた 花田警部があっと叫んで駆け寄ったときには弾丸が頭蓋骨を貫通していた伊勢は椅子からずり落ちてくなくなと崩れていった受話器が外したままになっていたので若葉荘の晴美の部屋の電話にはその物音が聞こえた花田警部が叫んでいる声も聞こえた 春美はすべてを察した。それとなく上司を求めた伊勢の愛情が痛いほど胸に応えた彼女は一秒でも遅れまいとして部屋を駆け出したそして四階への階段を駆け上がりさらに屋上への階段を駆け上がった渋谷の盛り場の明かりが深夜ながらそちらの空をぼーっと明るくしていた 目の下には深い暗い谷間があった。下のどの窓からも明かりは漏れていなかった。アパート全体が寝静まっていた。晴美は屋上の手すりを乗り越して身構えをした。正午さ。ん。思い切りの声で叫んで落ちていた。 その声が闇の空間に余韻を引いて霊あるもののように擁営していたがそれも消え去ると付近一帯の闇は何事も知らぬかのごとく再び死の静けさに戻っていた。